3年ぶりの花園を目指し、フォワードで圧倒したい天理。悲願の日本一へ、モールからチャンスを作りたい小瀬実業。すべてをかけた一戦のキックオフです。小瀬実業は前半2分、敵陣深くのラインアウトから得意のモール。開始10分にこだわりたかったとサイドをついた小瀬実業キャプテン山本、いきなり先制します。16分にもラインアウトから、小瀬実業がモールで試合の主導権を握ります。天理はパスでつなぎ、なんとか得意の形に持っていきたいところ。しかし、ここで天理高校に反則がありました。小瀬実業のディフェンスの前にペナルティーが重ねます。それでも天理は前半28分、ラインアウトから平均体重で5キロ上回る自慢のフォワードでワントライを返します。しかし試合は後半も小瀬実業ペース。後半3分、ラインアウトモールを起点にワントライを奪うと、15分、途中出場のウィングオトが身体能力の高さを生かし大きく前進。最後は1年生の時から花園で活躍するセンター生田が飛び込み、天理を突き放します。望みをつなぎたい天理は後半21分、パスで展開し敵陣まで攻め込みます。しかしここで痛恨のノックオン。そして蹴出した。レフリー時計を見た。ここでノーサイド。伝統のモールとディフェンスで試合を支配した小瀬実業が3年連続の花園出場です。ここでしっかり大切な試合なんで、絶対勝ち切る部分で1週間、その長い間、そのラックファイトの部分をしっかりこだわってきました。歴代の先輩たちが成し遂げられなかった先生の動画というのを自分らの代でしっかり叶えられるように、残り少ない期間をしっかり準備してやっていきます。一方、自分たちのやりたいことをさせてもらえなかったと、天理、悔しさの残る決勝となりました。モールを組ませない、立たせないということを目標に、ずっと練習してきたんですけど、そこがなかなかうまくいかなくて、この試合でしか返せないものっていうのが絶対あると思うので、来年今の 1,2 年生たちは絶対この場所で11月にもう一回ゴッサンを倒してほしいです。今大会特別な思いで臨んだ天理、ベンチの横で見守るのはラグビー部3年木村豪志選手です。7月練習中に頸椎を脱臼し手術入院。リハビリに励む中、奈良県決勝が初めての外出となりました。ゴーシとともに花園へ、ひたむきに前進。しかし無情にもノーサイド。応援してくださりありがとうございました。気をつけ。このゴス戦を楽しみに、やっぱりそのゴーシも今までリハビリを頑張ってきてたので、申し訳ない。泣きじゃくる仲間にゴーシ選手がかけたのはありがとうの言葉でした。ワン・フォー・オール、オール・フォー・ワン。
共に決勝を戦い抜きました。